各位观众大家好，今天非常难得，我们参加了 Mazda CX-60 的媒体试驾会。这一天呢，刚好有两位来日本原厂的人呢来到这里，他们分别是呢 CX-60 的产品主查，也就是负责产品所有大大小小开发啦、市场啊、设计啊等等统筹的主管啊，产品主查柴田浩平先生以及 CX-60 的首席设计师玉谷聪先生。那今天我们呢非常荣幸刚好抓到他们一点点时间，可以呢进行一个专访。那现在呢，我们就首先的请教的是 CX-60 的产品主查柴田浩平先生。那柴田先生你好，我这里有几个问题想请教你，因为 CX-60 的这个产品呢，其实在目前的车市里面算是非常的特殊。那 CX-60 呢，它采用的这个大型商品群的这个平台呢，它为什么大家最好奇的就是会采用后驱的配置呢？そうですね、後輪駆動ベースになるので、まず前後の重量配分をできるだけ理想に近い、まあ、1対1に近い重量配分にできます。でかつな、首先这个因为是后轮驱动的关系，这个前后的这个重量的配置是比较理想，可以是大概是1:1的。で、後輪駆動ベースですので、FR 車がそもそも持っているその旋回性能の良さ、駆動輪とその操舵輪が離すことによる旋回性能の良さと、で必要な時には前輪にしっかり駆動力をかけるので、その四輪駆動が持つ安定性をより高いレベルで両立できるというところにメリットがあります。那再来是这个后驱这个 FR 的特性，就是它的这个转的这个性能是比较有优势的，然后再来是它有必要的时候它还可以把重量放到前轮，所以它的稳定性会比较高。那既然是这样子，采用后驱平台来说的话，那为什么顶规车款它又采用了 AWD 四轮传动的配置？那在后驱的平台里面采用 AWD 的配置呢，最大的特色和诉求是什么？今回目指したようなハイパワーでより走りのポテンシャルを高めるというところをは、この四輪のタイヤの駆動力をしっかり使い切る。四輪のポテンシャルを使い切るっていうのが非常に重要です。那我们其实这个要去搭配这个高输出的引擎的话，我们认为要去善用这个四轮，去把这个能量释放出来，所以我们才选择了这样子的这个配置。那这样我就了解了。那当然会在做这样的坚持我想近年来嘛，在非常强调的就是要人马一体的这种设计的概念那这样子的概念呢，到这个 CX-60 的产品上有什么具体的体现呢？人馬一体は Mazda が目指す走る喜びのある到達する究極の状況だというふうに考えてます。究極の状態ですね。那首先这个人马一体的部分是 Mazda 认为这个驾驭乐趣的这个最高目标。日本の乗馬から来る言葉ですね、古くから来る言葉ですけれども、その究極の状態として、人と車が一体化した状態、その言葉から来てます。那其实这个是源自日本这个骑马的这种这个最高境界。那这个人马一体是这样子来的。具体的にマツダが目指す人馬一体で言うと、本当に車が体の一部として自然に歩くのと同じように自然に車を操作できる、そういう状態を目指しているということが言えると思います。那具体来说，这个就像是车辆变成了人体的延伸，然后让这个驾驶者在驾驭车辆的时候有一种跟自己很自然的在走路一样的感觉。那这个就是Mazda在想象的人马一体。具体的には、例えばステアリングを切り始めてから、それがシャフトを通じて前輪に伝わっていく、その伝わり方、ね、それが次第に。こう伝わっていく、体の先が自分の意思で動かすのと同じようにこうつながっていくような、そういう状態を想定して各伝達系統の作り込みを行っているというところ。
所以讲的更仔细一点，就是当你在操作这个方向盘的时候，这个操作的力量透过这个悬吊系统传到这个各个轮胎，仔细这个传递的这个过程，就是 Mazda 很执着设计的点。什么样的设计啊？重要的元素哦，是体现啊这个 CS 60具有驾驶乐趣的这样设计的初衷。お伝えしたい技術たくさんあるんですけど、そうです。走りに直結するところでは、このトルクコンバーターをなくした8速のトランスミッション、新しい新開発のオートマチックトランスミッションについて、ぜひお伝えしたいと思います。那当然有很多元素想要跟消费者讲，但是呢，很重要的点是我们全新开发了一个这个 8AT 的变速箱，然后是拿掉了这个扭力转换器。でこのユニットはマツダが、まあ、しっかりとマツダの中で独自開発をしたもの でトルクコンバーターをなくしたことで非常にダイレクトで気持ちいい走りを実現しています。特にマツダのエンジンは非常に応答性にこだわって高いレスポンスで吹き上がって気持ちよく燃焼するエンジンを作り込んでますので、それとマッチングさせることで非常にそのダイレクトな加速がアクセルを踏んだ時にスッとあの車が動き出す、まあ、そこがあの作り込めているエンジンとベストマッチで実現できているというところにあると思います。那这个没有扭力转换器的这个变速箱是我们这个 Mazda 独家开发的。那 Mazda 的引擎本来就是它的反应是比较快的，所以它的车身的反馈感觉会比较快。那 再加上这个没有扭力转换器的这个变速箱呢，就是让你在操作的时候有更直接的这个反馈，也就是说加速或者是启动都更顺滑。好，那最后当然我还是要问主查他最好奇的一点的问题哦，就是说现在目前汽车的设计或者是规划的趋势哦，好像跟 CS60 呢目前强调的驾驭乐趣呢，或者是比较纯日式的风格啦，这样子的诉求呢是比较不太一样的。那为什么 Mazda 呢坚持在这个汽车电动化的现在呢哦，他还设计出这样子讲求驾驶乐趣以及驾驭乐趣还有非常日式的这种风格的汽车。フル EV のことをおっしゃってるんですかね。はい、あの電動に、EV、あフル EV ですか、はい、うん、そうですね。まあ、マツダ全体としてはあのマルチソリューション戦略という戦略 を目指してまして、具体的に高い環境性能を実現しないといけないというときに各国のエネルギー事情がによってやるべきことはかなり異なっているというふうに思ってます。でおそらく台湾もそうだと思うんですけど、日本もそうですけれども、基本的に電気はどこから作っているかというと、まあ、石油を燃やして火力発電をしているっていう電力状況なので、単純に車を EV にすることがその環境負荷を下げることになるつながらないというふうに思ってます。那首先这个 Mazda 提倡的是这个 multi solution，那当然我们会考虑到这个要符合这个环保，然后去提高这个环保性能，但是如果去思考每一个国家每一个地区不一样的状况的时候，我们会发现到例如说在台湾我们可能是火力发电，或者是在日本也是，那这样的状况下有时候纯电动车这样子的 solution 可能并不符合现在这个的时代的这个状况，这个整个大环境。なんでマツダはもちろん電動化にも対応していく備えはあります。でただし実質的なCO2 削減をしっかり行っていくというのを、まあ、各国の事情エネルギー事情等も含めて、まあ、各個別にしっかりと最適に対応していくという戦略を行っていくというところが、まあ、ポイントで、ですのでこのラージの中でも、まあ、すぐにフル EV というものが必要だとは考えてません。所以说 Mazda 我们的这个方向也是未来是朝向这个电动化，
但是在考量各国或者是各地区的这个状况的时候呢，实质上要如何去这个减少对环境的负荷啊，我们是有不一样的想法，所以才会有这样子的逐步的这样子的产品的提供的方式。OK， 好，谢谢。好，那访问了我们煮茶之后呢，当然呢，我们现在要访问呢，也是一个灵魂的关键人物啊，就是总设计师玉谷聪先生。玉谷先生你好。那当然第一个问题呢，我们就想请教你的是 ，CS60 呢，它主要的设计理念大概是哪一些？はい、まず理念のところについてお話します。マスターデザインはですね、鼓動デザインというものを打ち立てて。来ています。首先，这个理念的部分的话 ，Mazda 的理念很重要一个元素，有一个混动设计。それは生命感ある動きあるデザインをしていくこと、それを突き詰めていく中で日本らしい表現をしていこうという中で追求していったのが引き算の美学による表現方法です。で、それを追求しながら CX60 としては。ノーブルタフネスというテーマで作ってきました。那这个混动设计的话，它追求的是富有生命力的这个动态，然后再加上这个日式的元素，也就是这个我们所谓的减法美学。那在追求这些这个元素里面，这一次这个 CX60 的设计的主题是 Noble Toughness， 我们把这个元素再加入。でこのノーブルタフネスというのはその割と武骨で強い SUV の中に鼓動デザインでこれまで表現してきたエレガンスであるとか知性、それをしっかりと両立させて表現することです。那这个 Noble Toughness 就是在这个 SUV 的这个粗犷的这个风格里面融入这个混动设计特有的知性优雅。で実にですねその部分が最も難しくてですね SUV の, その武骨な骨格の中にマスダ のビジョンモデルとして今まで作ってきているものは全てスリークなエレガンスを表現していたのでそれを SUV に表現するその武骨な骨格にそれを表現していくということが一番難しかったです。然后这就是其实就是最困难的点，也就是说如何在这个粗犷的 SUV 的骨骼里面去呈现这个知性跟优雅。で SUV っていうのは世の中にたくさんありますけども、ほとんどの SUV っていうのはいろんなそのエレメントであるとか筋肉質なマッシブな表現を付け足していくことで SUV らしさっていうものを表現しています。那我们市场上可以看到各种 SUV， 其实它的设计都是偏向于就是让它的这个粗犷的骨骼更强悍。で我々が挑戦してきたのはその本当に逆のアプローチで、シンプルにいかにシンプルにそれを表現していくか、しかも鼓動デザインのエレガンスや知性をいかに SUV の骨格に乗せていくかというチャレンジだったので、そこが一番難しかったと言えます。那我们其实这次想要呈现的刚好是这个反方向的这个内容，也就是说如何在这个粗犷的车体上面呈现的简洁，然后去呈现这个优雅跟知性。我想最后呢，我请教这个玉谷先生一个问题哦，就是我想很多观众也非常好奇，就是 Mazda Kodo 的这个外形的设计理念哦，已经延续非常久一段时间了。那怎么样在这台全新车上面呢，让消费者哦有耳目一新的感觉？怎么样在做一些造型上或者设计上的突破？そこはまさに今ですね、Kodo デザインの将来をどうするかっていうのを。グローバルなスタッフみんな集まってミーティングやってるところです。那其实这是正在讨论的议题，就是如何将这个 Kodo 的这个设计混动设计发展成这个未来的形态。もうご存知のようにですね、プラットフォームの作り方、バッテリーの配置の仕方。人の乗せ方、そういうものから似通ってくるので、本当にグローバルな車の中で特徴を出すというのが本当に難しくなってくると思います。就像刚刚您提到的，其实因为这个平台的这个配置的关系，这个放电池的位置的关系，这个人可以乘坐的空间的关系，其实这个电动车的设计就会大家都看起来很像。所以如何要在这里面
做出一个比较有独特性的设计，这个会是一个问题。おそらくそんな中にあっても、その駆動デザインっていうのはやっぱり車を操る喜びであるとか、あの生き生きと走るそのライブリーなフィーリングをどこかに残したいというふうに思って、今も我々ももがいているところです。それが発見できたら我々の個性になっていくかなと思っています。所以我们现在正在讨论说，如何在这样子的这个车型里面去呈现出这个混动设计的精神，也就是说操控车辆的这种愉悦感，或者是这种充满活力的感觉，要如何去呈现出来，我们正在思考。好，非常谢谢这一次这个主查柴田先生以及首席设计师玉谷先生接受我们的专访。那我是小巨，我们下次见喽，拜拜。